ジェイコブ・テイラー・リアルミュートは、アメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマ軍、デルシティ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。愛称は JT。マイアミ・マーリンズ時代2010年の MLB ドラフト3巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、8月10日に契約。このシーズンは、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで12試合に出場した。2011年は A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズでプレーし、96試合に出場して打率。287、12本塁打、49打点、13、盗塁を記録した。2012年は A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツでプレーし、123試合に出場して打率。五十六。 8本打、四46打点13盗塁を記録した。2013年は A 級ジャクソンビルサンズでプレーし106試合に出場して打率2 3 9五本打、三39打点9盗塁を記録した。11月20日にマーリンズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2014年3月12日に A 級ジャクソンビルへ配属された。 6月1日にメジャーへ初昇格し、5日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。8番、保守でスタメンに名を連ね、4打数に安んだ3打点を記録した。その後も7試合に出場したが、6月19日に A 級ジャクソンビルへ降格した。このシーズンは11試合の出場にとどまるも、打率、241、9打点、出塁率、267を記録した。 守備面では9試合で、トールイーソ200、DRS-1 を記録した。2015年は、聖保守としてメジャーに定着すると、前年を大きく上回る126試合に出場し、打率25、259,10本塁打、47打点、出塁率、290を記録した。守備面では118試合で、トールイーソ276、 ポップタイムではリーグ4位となる1.93秒を記録し DRS プラス1を記録した2016年も正捕手として137試合に出場し打率30311本塁打、48打点12盗塁出塁率343を記録した守備面では129試合で盗塁阻止率354ポップタイムでは リーグ4位となる1.92秒を記録し、共にリーグトップとなる8捕冊、8閉殺を記録するも、DRS-13、14策は、リーグワーストとなった。2017年は、開幕から好調を維持し、打率。500、日本塁打、6打点で自身初のプレイヤーオブザウィークに、選出された。前年を上回る141試合に出場し、打率。 278、17本塁打、65打点、出塁率、332を記録した。守備面では126試合で、トールイーソシリーズ、321、ポップタイムでは両リーグ最速の1.90秒を記録し、DRS プラス1を記録した。また、このシーズンから一塁一種として9試合に出場し、ザープラス1.0、 DRS プラス1を記録した。2018年は前半戦に打率310、12本塁打45打点を記録し、自己最多となるオールスターゲームに選出された。125試合に出場し、打率277、21本塁打74打点、出塁率340を記録し、自身初となるシルバースラッガー賞を受賞した。 守備面では112試合の出場で、トールイーソシ率は、382、ポップタイムでは2年連続で、両リーグ最速となる1.90秒を記録し、DRS ではマイナス1を記録した。また、一塁手として13試合に出場し、ザープラス0.6、DRS プラス1を記録した。オフに、日本で開催された2018日米野球に、 MLB 選抜チームの一員として参加し、日本類打を放った。2019年2月8日に、ホルフェ・アルファーロ、シュクスト・サンチェス、ウィルス・スチュワート及びインターナショナル・ボーナス・プールとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。背番号は10。7月には2年連続となるオールスターゲームに選出された。このシーズンは自己最多となる145試合に出場し、 打率275ともに自己最多となる25本類が83打点を記録し出塁率328を残した。守備面では133試合の出場し3年連続で両リーグ最速となるポップタイム1.89秒を記録し閉殺14、盗塁阻止率467はともにリーグトップを記録した。DRS では 保守としてリーグ、オフには2年連続となるシルバースラッガー賞と自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。2020年シーズンの給与として球団は単年1000万ドルを提示したが、リアルミュートは単年1240万ドルを求めた。2月19日に調停回避のために校長会を開き、結果は球団側に軍配が上がり、 定時額の単年1000万ドルで契約した。試合数の減少もあり、全60試合中47試合に出場し、打率266、11本塁打、32打点、出塁率349を記録し、6年連続となる2桁本塁打を達成した。守備面では規定イニングには届かず、36試合で、投塁阻止率250、 DRS-1 マイナスと成績を落とした。一類種で6試合に出場し、ザープラス0.6、DRS プラスマイナス0を記録した。オフの10月28日に FA となり、11月11日に球団から提示された、単年1890万ドルのクオリファイングオファーを拒否したが、2021年1月29日に、 フィリーズと5年総額1億1550万ドルで再契約した。攻撃面では打てて走れる捕手として知られ、特に走塁はデビュー以来、常に保守の中で平均スプリント速度の最速を記録している。守備面では早球の際に補給から二塁へ到達するまでの時間であるポップタイムの速度が非常に速く、2017年から3年連続で、 両リーグ最速を記録している。一類の守備では32試合の出場にもかかわらず、ザープラス2.5、DRS プラス1を記録している。ありがとうございます。